イ・ボヨンは、韓国の女優、モデル。J ・ワイドカンパニー所属。ソウル女子大学高卒。身長168センチメートル、体重48キログラム、血液型 B 型。韓国の俳優、チソンの妻である。2000年に、ミスコリア・オ田タ、中南代表に選ばれ、2002年に、太平洋の雪リオクチャの CM 出演にて、芸能デビュー。 2004年には、マイブラザーで、ウォンビンに愛されるヒロイン役を演じた。2005年には、イモドヨ同ソドンヨのソンファ姫役で出演。2013年9月27日、チソンと結婚式。2015年6月13日、第一死の女児が誕生後、育児のため女優業を休止していたが2017年ドラマ、耳打ちで復帰。2019年2月5日、 第2子の男児を出産。一人娘として厳しい両親に育てられ、大学生卒業までは、門限があった。もともとはアナウンサーを目指しており、就職に有利だと思い、ミスコリアに出場した。大韓航空の客室乗務員の採用試験に、合格する。も MBC のアナウンサー試験に合格したため辞退、する。 しかしアナウンサーの最終試験で不合格となる。それがきっかけとなり各プロダクションよりスカウトされるも両親に芸能界入りを反対されカナダ留学をさせられる。帰国後、父親がボヨンの芸能界入りを諦めさせるため芸能界の仕事をしている知人に説得をしてもらうことになるのだが説得するどころか逆にドラマ出演の依頼をされることになり それがボヨンの女優としての道を歩むきっかけとなった。なかなか芸能界での成功をつかめず、精神的にも、肉体的にも疲れ2006年に出演した、ミスターグッバイを最後に女優を辞めようとしていた時に、ゲームの女王の出演依頼が舞い込み、この作品によって、注目を浴び始めるも厳しい撮影に耐え切る、精神力が少なく、うつ病を患う。 闘病を続けるも症状は改善されず2009年頃、所属事務所との契約が切れるタイミングで、女優業を辞めようと悩んでいた頃、現在の夫であるチソンと出会い支えられていくうちに、病状も良くなっていった。それまでは演技レッスンなどを受けたことがなかったが、この頃より、本格的な演技レッスンを行うようになり、演技力が開花した。2012年に主演した。 ドラマ、愛市のソヨンで高く評価されて、以降、人気女優としての地位を獲得した。ありがとうございます。